2022年9月にワールドプレミアされたスバルのクロストレックは10月にプロトタイプの試乗レポートをお伝えしているそして2023年4月に行動での試乗ができたのでお伝えしていこう新型クロストレックリミテッド左ツーリング右乗り心地やハンドリングといった動的質感の向上を目指した新型クロストレックは プロトタイプの市場レポートでお伝えしているように、スバルのエントリーモデルという位置づけながら、かなり質感が高く、そして価格も魅力的なものでありコストパフォーマンスは高い。具体的な動的質感に関しては公道で走行しても、プロトタイプで試乗した時と同じ印象だった。特に17インチサイズのタイヤを履くツーリングの乗り心地が素晴らしく、 とてもエントリー車というレベルではなく感じた。ツーリングは17インチアルミホイール、ダークメタリック塗装、使用。その新型クロストレックは全方位で改良、改善が行われており、その効果は質感の向上という点で体感できる。またモデルラインアップのヒエラルキーとして、クロストレックはスバルの フィールド SUV の領域でのエントリーモデルに位置づけられ、上位にフォレスター、そしてトップモデルにアウトバックがラインアップしている。ちなみに、先日デビューした新型インプレッサは、アクティブスポーツの領域に位置づけられ、上位に BRZ、トップモデルにデボーグと WRXS4 というヒエラルキーになっている。リミテッド、 ボディカラーはオアシスブルー今回は行動市場ということで、アイサイトの進化と搭載された装備についてお伝えしたい。注目したいのが安全装備のアイサイトの進化だ。従来の機能にプラスするため、デバイスの刷新が行われ、新機能が追加されている。主なデバイスの追加では広角単眼カメラが国内で初めて搭載され、 ステレオカメラにプラスされることで、車両周辺の人や二輪車の検知範囲が広がっている。そしてステレオカメラ自体もアップデートされ、より広く遠くまで検知できるようになった。中央のカメラが追加された広角単眼カメラ他にもデバイスが追加されており、それらデバイスからの信号でプリクラッシュブレーキに連動し未然に事故を防ぐのだが、 そのブレーキも負圧式から電動式に切り替わり、作動の瞬間から適切な油圧が立ち上がって制動する。そしてプリクラッシュブレーキの作動と連動して、ステアソーダーシストも入り衝突回避機能や、出会い頭の衝突回避機能も新機能として搭載されている。また死亡事故ゼロを目指すスバルとしては、 ドライバー異常時対応システムも新規搭載している。これはドライバーの異常を検知して安全に停止する運転支援テクノロジーとしている。リミテッドは18インチアルミホイール、ダークメタリック塗装プラス切削工機が標準装備そして、便利だと感じたのはナビゲーションだ。ここに f a t リ w ワ r s というアプリを連動搭載したことだ。 このアプリは地球を 3M 四方のマスで範囲を指定し、そのマスに3つのワードで名前をつけていることが特徴。つまり、住所のない場所でも場所を特定できるものだ。これはスマートフォン用にもアプリがあるので、すでに使っている人もいると思うがとても便利だ。例えば FM 横浜のラジオ局は、横浜ランドマークタワー内にあるが、 ビルは大きく入り口もたくさんある。どの入り口で待ち合わせをするかといった時に、アプリを起動し検索をする。地図にはマス目が描かれ、地図を拡大して入り口の場所をタップする。すると三つのワードが出てくるのだ。その三つのワードに意味はなく、日本語で、文明のギク。日焼け止めというワードが表示される。 そして出てきたワードを音声入力すると目的地が示され、道案内を選択するとナビアプリに連動して案内がスタートする。また検索で得た3つのワードを一つのファイルとして名前を付けて保存できるので、次回からは検索不要となり、3つのワードを音声入力することで、すぐに正確な場所への案内が始まるというものだ。 国産車ではクロストレックが初の搭載となるファットスリーワーズただし、このアプリはナビアプリではなく場所を指定するアプリなので、道順をナビゲートしてもらうときに Google マップなどのアプリを選択する必要があるものの、画面にはどのナビアプリで案内するかアイコンが表示されるので、そこもタップするだけで案内は始まる。ちなみに人相、 受け持つ、間に合うを入力してみると、このアプリは北米での普及率はかなり高く、特に救急車や警察への連絡の際、事故、事件現場の場所の特定に役立っているということだ。そして新型クロストレックでは、スマートフォンとの連携強化も行われている。もちろんワイヤレス接続が可能で、Apple CarPlay や Android Auto が使える。 だから一度接続しておけば、次からはどのスマホに接続するのかアイコンが表示され、タップするだけで、いつもの音楽アプリが容易に起動できるというわけ。11.6インチセンターインフォメーションディスプレイは、リミテッドに標準装備そして11.6インチのセンターディスプレイのアイコンは、自由にレイアウトが変更できるという点でも利便性が上がった。 使う頻度の高いアイコンをトップ画面に常駐させることができ、まさにスマホ的な使い方になってきている。クロストレックのメディアディスプレイには、まだまだ機能が搭載されているので、いじる楽しみもあるのだ。これらの安全安心機能の進化とデジタルデバイスの進化で、より便利に使えるような装備をしていることも新型クロストレックの特徴でもあるのだ。 もちろん、思った通りに動くことで安全につながるというスバルらしいダイナミック性能の進化や、人体研究による疲れがなく乗り心地が良い車作りという領域でも全方位、アップデートされている。こうした最新の技術を惜しむことなく搭載しているのが、新型クロストレックだ。